マイケル・ワイス。5番マイケル・ワイスさん、アメリカ。場内大歓声になりました。アメリカの期待、21歳の若手マイケル・ワイス。ルッツ得意の彼は4回転は実はルッツで行っていますが、今日はショートプログラム、その4回転はできませんが、まずルッツのジャンプにご注目ください。これがルッツ、綺麗な安定した3回転。ちょっと斜めになった軸、トリプルアクセル失敗。スピンも少し乱れています。コンビネーション、円を描くサーキュラーステップ、ダブルアクセル、非常に低い姿勢の足換えのシットスピン、ストレートラインステップを割ってフライングジャンプシットスピン、一つミスがありました。アメリカマイケル・ワイス、使った曲はバグダッド。アメリカの選手団、ペアのメノー、それから京子イナの顔も見えます。父は東京オリンピック体操選手でした。スポーツ一家のワイス、これは得意のルッツ3回転、非常に余裕を持って着氷しています。その後のコンビネーション、これトリプルアクセル3回転半トリプルトーといく練習で行っていましたが、完全に軸が斜めになっています。したがって余裕がなくなりました。コンビネーションジャンプ失敗というのは0.4引かれます。そしてこれが奥さんです、振付師のリサさん。去年の9月に結婚をしました。アメリカではエルドリッジについて全米選手権2位に入りまして、オリンピックの出場切符をつかみました。スコット・デイビスを破っています。ジャズダンスのコーチでもあるリサ夫人の振り付けでフリー演技を行いました。全米選手権ではフリーで4回転ルッツ、両足着氷というふうに判定されましたが、さあ長野ではどうでしょうか。まずこのショートの得点を待ちます。
5点台から 4.6 までというちょっと評価が分かれました。プレゼンテーションはもっと上がると思いますが 5.6 も出ています。ウクライナのジャッジ、この時点で1位をつけたジャッジが2人、5人滑って第3位です。Skaters in group 2.